お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤井です。皆さんはどう思われますでしょうか。7月あたりから救急車がまた増えたなって感じている方が多いようで、そういったコメントをいただくんですけれども、またネット上でもね、そういった書き込み見るんですけれども、皆さんはどうお感じになりますでしょうか。僕は田舎に住んでるんでね、そんなに救急車が増えたなっていうのも体感として感じることはあまりないんですけれども、なんせですね、僕のチャンネルの視聴者の皆さんってもう感度が高いし視点が鋭いから、これ本当かなと思ってね、調べてみました。で、どう調べるかですけれども、こういう時は千葉市ですね、僕ね。千葉市は救急車の出動件数をね、毎月毎月結構早いペースで発表しています。今日は8月11日ですけどね、もう7月の救急車の件数も発表しております。それともう一つ千葉市すごいのは、出動件数全体だけじゃなくて、なんで出動をしたのか、救急車がどういう理由で出動したのかまで書いてあるので、一体どの項目が増えたのか、あるいはどの項目が減ったのか、そういったことも見ることができるんですね。こちらは以前動画で出しましたね、2月の救急車の出動件数千葉市なんですけれども、2月は去年3873件出動していて、今年4936。2月といえばね、日本全体でね、死者がめちゃめちゃ増えた。で、千葉市もすごい増えたんですよ。で、それに連動するかのように救急車も増えていたわけです。救急車の出動件数が1063件増えまして、で、興味深いのはね、ここから先で、ここは内訳なんですけどね、ここは全体で、どの項目が増えたかって見ると、一目瞭然でね、急病ですよね。急病が去年と今年比べるとね、1172件増えたので、もう急病が増えた分が、もう丸々全体を押し上げている。まあそう言えるかなと思うんですけどね、救急車が増えた理由は、急病が増えたからだというふうに言えるわけですけれども、では7月、どうなってるかですけれども、こちらでございます。はい。僕ね、打ち込んでてね、ちょっと、震えましたね。なんだこの数字はと。この数字ですよ、皆さん。去年、7月、ね、同じ月同士でね、比べるのがセオリーだから、今年の7月と去年の7月を比べると、去年、出動件数がね、5204件だったのが、6694件に、増えました。1490件増えましたと。でね、急病ですよ、やっぱり。増えてるのが。去年の7月3355件だったのが、今年の7月は4928。で、1573増えたということで、この増加がね、全体を押し上げてるっていうのがね、この数字からもね、明らかだと思うんですけどね、もう連動するような数字ですよね。で、僕はここなんですよ、まずね。僕、千葉市のね、データ結構、7、8年ぐらいかな、遡ってみましたけど、急病で1ヶ月で出動件数がね、4000超えた月って見当たらなかったんですね。それが、ね、4000とか4100じゃなくてね、4928という、もう5000件近い出動件数っていうのは、打ったね、僕だからこそね、感じる驚きもありますけれども、すごい数字だと。いうことをお伝えしておきます。で、これだけですと、いや、たまたまね、去年と今年ですごい差がついたんじゃないですかというね、意見もあるかと思いますので、ちょっと、2年半ぐらいをね、遡ってみたいと思うんですけれども、これは千葉市の、救急車の出動件数、全体ですね、急病だけなくて全体なんですが、水色が2020年ですね。オレンジが2021年。だいだい色。で、グレーが2022年です。はい。まあ、ここでね、救急車が増えたなって、今まで言ってたわけですよ。この2月、3月あたりでね。で、ちょっと話脱線しますが、4月、5月あたりは、死者の激増ってのはね、そこまで激増ではなかったんですけど、2月、3月ほどね。でも、救急車は相変わらず多いんですよね。6月も。で、ここ。この動きですよ、皆さん。ちょっとね、この角度気になりません？で、7月、8月って基本的に熱中症などもね、あるからだと思うんですけどもね、
年間の中でもね、比較的救急車の出動件数多い月ではあるんですが、6月と比べてこの上がり方。で、これは全体の救急車の出動件数です。今回僕がびっくりしたのは、急病ですよ。急病版のこのグラフをお見せしますね。はい、こちらです。ここですよ、この角度。こんななりますか？こんな角度なりますか？そしてこの差ですよ。過去の7月と比べた時の差。だって2月3月とか僕ね、ここが増えたなーって。で、皆さんもね、これで救急車増えたなーって思ってたわけでしょ？それはここですよ。あとこちらは、過去5年間のね、7月の救急車の出動。これ急病のみです。急病のみを棒グラフにしてみるとこんな感じでした。2018年、3617件。これはね、結構ね、多いんですけどね。まあ、これがある分ね、ちょっとね、霞んでしまってるかもしれませんけど、4928。まあ、ものすごい数字ですよ。ちょっと恣意的に、ね、グラフをお見せするとね、これ隠すとね、もっとね、このね、抜けた感じ出ますよね。ここ結構多かったんでね。あるいはですね、この、常に、千葉市だとね、2000件は最低でも、急病で、救急車出るんですよ。だから、ここをね、ちょっとね、2000件ぐらいに、こう隠しちゃうと、2000件を超えた分って考えたときに、まあ、ここね、ちょっと恣意的ですいません。まあ、こういうグラフの作り方もあるよっていうね、テレビがよくやるやり方かな。まあ、こういう見せ方もあるということで、まあ、救急車すごいよということです。で、僕はね、不思議だしね、これからまたね、チェックしなきゃいけないなと思うのは、これは全国の死者数ですね。全国ですね。全国の死者数で、この3つの色は過去3年間で、紫が今年なんですけど、今年の2月と3月がね、死者めちゃめちゃ増えてるって話ね、僕ね、ずっと言ってきてるんですけど、ずっと言ってきてるんですが、まあ、4月5月になると、そこまでは増えてなくてね、まあ、去年よりは増えていますけれども、2月3月ほど異常な状態ではない。そういう状況になっていますけれども、救急車はね、さっき言った通り、千葉市ですけれども、救急車は4月、5月、そして6月もコンスタントに増えていて、7月にぐんとまた一段上がった。そういう状況があくまでね、千葉市の救急車のデータではありますが、100万人近い人口があるね、政令指定都市ですんでね、それなりにね、大きなデータだと思いますんで、注目はね、まあ、7月の死者数がね、どうなるのかっていうところもね、またチェックしていきたいと思います。もう早い自治体は7月の死者数というのをね、集計して発表していますので、国が正式に7月の死者数を発表するのは9月になってしまいますので、9月の終わりになってしまいますのでね、それよりも一足二足先にですね、皆さんに7月の死者数、大体これぐらいが予想されるんではないかということもね、近々お伝えできればと思います。これからも皆さんが考えるきっかけとなる動画が提供できればと思います。今回は以上です。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて。また会いましょう。